皆さんこんにちは、ダイスです。今回はポケモンソードシールドのワイルドエリアニュースが更新になったのでやっていきたいなと思います。内容を確認します。4月23日の朝9時から新しくワイルドエリアニュースが更新になりました。世界ペンギンの日を記念してコーリッポが大量に出現しています。もうすでに遊んでる方も多いんじゃないかと思うんですが、期間は短くて4月26日の朝8時59分までです。稀に色違いのコーリッポが出るということで、星5の巣穴で出やすくなっているようです。今までのイベントと同じく 2% ほど星5巣穴だと色違いが出る確率がアップしているらしいので、今回は行ってみたいなと思います。では、まだワイルドエリアニュース更新していなかったので今回ここで更新していこうと思います。ワイルドエリアニュースは更新しないと新しくなりませんので、まだやってないなっていう方は不思議な贈り物からワイルドエリアニュースを更新して今回のコーリッポのイベントができるようにしましょう。ちなみにコーリッポイベントの日にちが終わってからも続けたいっていう方は、ワイルドエリアニュースの更新をせず、インターネットなどで遊ばず一人でソロ活動をするだけであれば、そのまま更新にはなっていなくて回っていけるはずです。ただだいぶ厳しいんですよね。あ、最初からあった星5巣穴のコーリッポ、これに行ってみたいので、どうしようかな、ポケモン今のままだと抜群が取れないので変えていきたいなと思います。コーリッポは氷タイプなので、炎タイプ、格闘タイプ、岩タイプ、鋼タイプあたりを連れていきたいんですが、アーゴヨンの持ち技には入ってないのでちょっといろいろ変えていこうかなって思います。多分鳳凰が岩と炎を持ってますね。これでいきましょう。まあ、原子の力は PP5 しかないんですけど、火炎放射も持っているのでこれでやってみたいなと思います。よろしくお願いします。初氷っぽイベント1体目普通色違いの氷っぽは、あの顔の白い氷の部分がピンク色なんですよね。なのでパッと見て多分わかるんじゃないかと思います。いや、最近ずっと短期であったイベントで星5の巣穴で色違いが出やすいイベントあったと思うんですが、結構ね出てないので今回は来るんじゃないかななんて思ってるんですけど、物欲センサーが強いと来ないので気をつけて進めていこうと思います。現在はシールド側のポケモンの巣を回ってるんですが、ソード側も一緒に回ろうかなって思うので、後半はソードに切り替えて回ってみます。来た、かわいい。復活する時もかわいいんですよね。いや、残念ながら星5色違いではなかったですし、あ、今回のは星3か。一応巣穴は星3、星4、星5であるみたいです。色違いは星5なんですけど、あ、ここにもありました。よろしくお願いします。どうかな？違う、普通。そんななかなか出ないですよね。それは分かってます。あ、フライホンとエースバンが色違い。おお、色違いエースバンはちょっと日焼けしてる色なんですよね。フライホンの色違い初めて見ました。黄色だ。ああ、ありがとうございます。そうそう、コーリッポのイベントが26日までで本当に期間が短いので、自前であのポケモンの巣で出せなかった時にはどなたかのところにお邪魔しようと思っているので、どこかでお会いしたらよろしくお願いします。で、あの結構張り付いてやろうかなとは思ってるんですけど、なかなか自分で出すのって難しいんですよね。とりあえず頑張ります。あとこっち側に、あ、2本ある。あ、運よく野生のポケモンから色って出ないかな。あ、そんなうまくいかないよね。ですよね。いや、もしかしたらと思ったんだけどな。これでラスト。あー、違いましたね。イベント数になってないっぽい。移動、ワイルドエリアラスト1。これは、あ、来た、星5。え、今日何回目だろう。
行ってきます。よろしくお願いします。来い。違う、なんかもうあの氷っぽの顔が悲しくなってきた。あらあら、え、ブリムオンと、え、待って待って、ブリムオンも初めて見たけど、ヒードランって、え、何色？色違いにはなってるのは分かるんですけど、え、そんなに元々の色と違わない？若干こう明るくなってるっていう感じなのかな。茶色っぽいですよね、もっと普段のやつって、普段のやつ、普通の色ってもうちょっと茶色っぽいですよね。え、目の色とかも違うのかな。あ、ちょっと後で見よう。え、ブリムオンはピンク、めちゃくちゃ可愛い。氷っぽの色違いピンクなのは確認したんですけど、ブリミオンもピンクなんですね。多分初めて見ました。可愛い。よし、出し終わりましたね。はい、更新完了。じゃあ今立ってる巣穴見に行きましょう。でマックス8本立っててもイベントの巣穴で氷っぽが出てるっていうのがあったとしても、星子じゃなければ、ね、色違いの確率でいうと星5でさえ 2% なので、100回やって2回計算だから50回やったら1回あるかどうかなんですよね。ってすると3と4と5で星3種類あるから、星5の巣穴を見つけるっていうのも結構確率的には低くなっちゃうんですよね。いやー、だいぶ辛いかもしれないですけど、出し直しとかしてたら多分あのイベント数も早く見つけられると思ってるんですけど、どうしようかな。願いの塊入れるのに明日は切り替えた方がいいのかもしれないですね。今遊んでるのが夜の9時ぐらいなんですよ、実は。23日の夜9時で、イベントが始まってから12時間後に今動画を撮ってるんですけど、日付変更したタイミングでもう一回見に来よう。あー、違った。せっかくの星5の巣穴が。ありがとうございます。こっちどうかな。そろ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 欲しい。うわー、厳しいですね。もう鎧島、あー、星4か。これがラストかな、多分。シルド側だとこれがラストの巣穴になっちゃうので、え、ここからはソードに切り替えてソード側の巣穴探索しに行こうと思います。つらい。早速1個見つけました。わあ、そんななかなかうまくいかないですよね。あー、星4だ。厳しいな。ワイルドエリアの方が回りやすいかも。うわー、でも星4が多い。動画的にもちょっと長くなると思うのでカットを入れると思うんですけど、星3、星4がソードは多いですね。これはちょっと辛いかもしれない。何個か星5巣穴はあったんですけど、ワイルドエリアも出し直ししても星3、星4が多かったですね。星5の巣穴をほんと数えるほどだから、今のところシールド側の星5巣穴の数の方が多いです。もう一回来い。違う違う、ここゴーストタイプの巣穴なんですよね。そっちで出ちゃってるかな。いや、これはソード側でもバットを使ってちょっと入れ込んでった方がいいかもしれないですね。
今回のイベントはもう決めました。ソードもシールドも一応願いの塊50個ずつぐらい使って巣穴出ししてみようと思います。色違いが出たら多分また動画にすると思うんですけど、出なかったら動画にはなってないと思うので、あ、残念だったなっていうことでさせていただけたら嬉しいなって思います。星さんか、最後星さんの巣穴でしたね、残念。はい、ということでソード側シールド側どちらもワールドエリア内は巣穴出し直していってきたんですが、残念ながら星5巣穴は結構あったんですが、色違いの氷っぽには出会えませんでした。まだ期間が26日まで数日残ってるので、ポケモンの巣に願いの塊を投げ入れして出して挑戦していきたいなと思います。出てくれるかどうかはわからないんですが、久しぶりのイベントポケモンなので頑張ってやってみたいと思います。はい、皆さんの結果いかがだったかコメントで教えていただけると嬉しいです。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた See you!